皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、スタッフの育て方ということで、あれ、ちょっと手帳と関係ないんじゃないっていう、そんな話のような題目なんですけども、中身は、手順書の話です。まあね、設問っていうか、SNS とかの書き込みで、あったことから、ちょっと自分がどう答えたかって話なんですけども、要は、お店というか、会社に新しいスタッフさんが入ってきました。その人をどうやって育てましょうか、みたいな話なんですけど、もう、手っ取り早くというか、早く仕事を覚えてもらいたいんで、ビジョンとかなんとかっていう、そういうなんか理念的な話っていうのはちょっとすっ飛ばしておいて、で、早いとこ仕事を覚えてもらいたいがゆえの質問だと私は解釈してるんで、ちょっとね、そういうこう前置きみたいな話っていうのは、もうそもそもやっておくべきだということだったっていう体でちょっと話をするんですけど。で、私が答えた内容っていうのが、ちょっとね、前置き長くなっちゃったんですけど、手順書の話です。で、まあ、手順書の話っていうのは、この週刊手帳術の中にも、ちょっと、書き込ませていただいてるんですけども、プラス1のタスクがあったら、まあ、私は手順書を作るということに注力した方がいいんじゃないですかっていうことをちょっと推奨してるんですね。で、その手順書なんですけども、基本は、まあ、自分がこう、最初に、仕事を覚えるとき、に、本当はあった方がいいんでしょうけども、まあ私の場合はないことがほとんどだったんですけどね。口で教えられたり、やり方をこう見せてもらったりっていうことで、教えてもらったんですけども、本来だと、その手順書っていうのがあってしかるべきなんですよ。なので、まあ自分の やる仕事に関して言うと、まず手順書を作っておいて、で、それを渡して、まあ読んどいてっていう、そこから始まります。いうこと。なので、まあ、一番最初の、ポイントは作っておく。で、2番目は、それをこう、一緒にやってみるっていうことになるんで、その手順書を見ながら、わからないとこないかとか、こういうとこがポイントだよっていうところを、こう、気がついたら、まあ、そこにメモをさせて、まあ、一緒に作るという作業です。それをします。で、3番目。で、今度それが、まあ、自分の元々あった手順と、その人が書き加えた手順があるはずなので、まあ、それをこう取りまとめて、じゃあ、それを見れば、一人でできますよねっていうところまで、持っていければ、まあ、完璧というか、まあ、一通りの仕事を終えられたっていうことになるので、まあ、その、手順書を作らせるという、その3番目の、手順を踏ませて、で、初めてその人が、まあ、その仕事を覚えられました。で、実はね、その続きがあるんですね。育ったらそれでいいんだろうって話じゃなくて、今度そのスタッフさん、新しく入ってきたスタッフさんが、その次のスタッフさんを、教えなきゃいけない。そのスタッフさんが、今度、じゃあ、新しいスタッフさんに対して、今度、じゃあ、その作っておいた、手順書を渡すっていう。そこのサイクルまで、やって初めてこう、本当の意味で仕事を覚えた、育て方っていうことになると思うんですね。育てるじゃなくて育て方っていう。それがきちんと継承されないと、よろしくないということになると思います。なので、作っておく、一緒に作る、作らせる、で、それをお伝えする。そこのところのサイクルをきちんとしておかないと、育て方ということにはならないんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。